メイクのみゆです。お願いします。みゆの正解やのです。かわいいなんてけえの。うちのかわいこちゃん、うん、今日はって言うんだよ。じゃあ今日はのせーの、今日は2020年のベストコスメの紹介をしていきたいと思います。まず初めにすごく嬉しかったことが起きまして、年末の最後のプレゼントだっていう感じなんですけど、いつも見ていただいてる視聴者さんからですね、フランフランのコップとラッシュのバスボールをいただきました。あとお手紙も一緒についてきていたのですが、本当にありがとうございます。いつも見てくださってる視聴者さんからのプレゼント、お手紙は本当に励みになる。いつもね、私はねお手紙をね読み返すの、それぐらいに好きなの。だから本当にありがとうございます。最初にそれは伝えたかったことです。まずは何から紹介しようかなって思ったんですけど、スキンケアから紹介したいと思います。まずは、スキンケアの化粧水から紹介します。こちらはこちら、もうシンと使い始めて、もうすごい筋活だったりとか美肌菌を育てるって感じなんだけど、強くしていこうみたいな感じなんだけど、もうシンとのセットはもうこれはね、何本目かな、もう4本目 ?4、5本目ぐらいかなってぐらい使ってるの。超いいよこれ。もうおすすめって感じ。クリームが結構おすすめだなってシンとは思ってて、これはマジでスキンケアのベスコスって感じなの。で、美容液がね、すごい悩んだんだけど、これかな。この美容液はね、これ実はもう空なんだけど、これはね、もうないんだよ。ってくらい、本当に穴あきコスメなの。すごいいいのよね、これも。私的にはすごい好きなコスメなの。全然違うんだ。塗ると潤いが。もちもち度が一気にわかる。スキンケア使い分けてて大体。で、ちょっと自分のお肌が、なんかデリケートだとか、ちょっと生理中とか、生理前とか、生理後とかは、このシントを使ってます。で、肌が調子いい時はこのドクターセラムを使ってます。本当にこのクリームもめっちゃ愛用してて、今こんぐらい減ってる。夜はクリームがこのこれかこれって感じだね。で、朝用のクリームは使い分けてて、朝用は、化粧水美容液塗った後にクリーム塗るんだけど、これにしてます。プレディアプティメールモーニングフィニッシュ朝用クリームってやつなんだけど、もう穴あきコスメレベルで使ってるの。から SPF25PA++ が入ってるから本当にいい。乾燥知らずで入れるって感じなお肌で、朝用クリームはこれがおすすめだなと思います。楽なんだよね、すごい。次はボディークリーム系を紹介します。ボディケアはこの前にも紹介したけど、イプサのオイルとビスのビースかな、今のビースのボディクリームがすごい好きで使ってるの。ボディもオイルを塗ってからクリームで蓋をするってやらないと良くないから、ボディに気を使ってないな私と思った方はぜひ使ってみてください。次はベースに入っていきたいと思います。ベースはですね、こちらです。高限度マイファンシー UV フェイスパウダーベビーピンクです。このベビーピンクはすごい良くて、今塗るけどこっちに塗った感じと、何も塗ってない、塗ってる。ワントーン肌が本当に綺麗にアップするんですよ。で、まだ発売される前のものを今どうぞって言っていただいてるものなので、これがすごいいいのよ。ぜひ発売されたら手に取ってほしい。発売日書いておきますね。もう高原堂さんのあのパウダーはもう皆さん使っていただいてる方はわかると思うんですけど、本当にマスクでよれない。で、このワントーンピンクが入ってるのでアップするっていうのがすごい良くて、もうライブでコバさんが使ってるってぐらい高原堂さんのは落ちないって言ってました。パウダーをつければもう完璧っていう。もうだからそれぐらいね、おすすめでございます。最近ファンデーションはこの朝用クリームつけてからこの粉をまぶすか、粉も結構私種類いろいろ持ってて、高原堂さんのやつも持ってるし、エトボスのクリスマスコフレに入ってたやつなんですけど、これも使ってるしっていう感じかな。でもやっぱり粉だったら高原堂さんが一番かなって思います。私はこれが好き。次はファンデ塗った後、私アイシャドウ塗るからアイメイク系アイシャドウに移りたいと思います。アイシャドウのベスコスはね、どれだろう、これかな。ディオールのこのアイパレットはすごい使いやすかった。これが好き。なんかもう自然に仕上がるし、時間
間がないことが多いからメイクするときって、その時間がないときでもすごい簡単にさささっとうまくできるから、もうぼかしいらず、グラデーションいらず、本当はアイシャドウじゃないんだけどチークとかに使うものなんだけど、すごく好きなんですこれが、ってぐらい好きなの。アイシャドウとしては最近これ使ってるかな。アイライナー部門ですね。アイライナーはもう断然これ D アップさんのシルキーリキッドアイライナーブラウンブラック、今引いてるのもそうだけど、すごく引きやすいんですよ。引きやすいし絶妙な色、真っ黒でもないでもブラウンすぎずっていう感じの中間の色だから、それがまた漏れる。めっちゃおすすめこれ D アップさんの。お次にマスカラ、もうこれは絶対紹介したい。キャンメイクのクイックラッシュカーラーの透明タイプ、今も塗ってるけど私のまつげにはこれが絶対に必要ってぐらいキャンメイクのマスカラ大好きなので、マスカラのこのキャンメイクのマスカラにこのデジャビュのラッシュアップマスカラブラウンが好き。もうマスカラはこれとこれがいい。これはね、あんまりボリュームが出るってわけじゃないんだけど、長さがすごく綺麗に出てくれて、ダマになりにくくてボテっとしたまつげにならないからすっごく好きで、愛を語り出すと山泣いてくらいなんだけど、この2つ使うとも今見ていただいて、まつげがこんなにバッチリに仕上がるという出来事が起きるということです。この二つはね欠かせないですね。この大好き。でお次にこちら、ここに入れるのにハマってて、私黒目の下に入れるのにハマってて、メイク適当だけどここに入れるとこの色はすごい入るっていう色で、セザンヌさんのジェルアイライナー60番オレンジブラウンなんだけど、それがすごく好き。黒目の下に入れたらなんかね、なんだろう、暗乳っぽくなるというか、メイクきちんとしてます感がすごく出て、これは漏れるっていうので、すごいベスコスに入れたいと思ったやつなんですってぐらい好き。コスはやばいね。愛語り出すと止まらなくなる。眉毛部門に参りたいと思います。眉毛はこちらです。ちょっとチークで、はい、眉毛はこちらです。眉毛はずっとこれを使ってます。今もそうだし、すごい描きやすくてぶれないし、本当に落ちることもないし、本当にこれを使ってる。でこれ一個で、最近眉マスカラはつけてないんだけど、眉マスカラいらずの眉毛がつけれるなと思って、最近はずっとこれを使ってます。お次にチークはこちらです。キャンメイクのグロウフルールチークス14番、これめっちゃいいの。今チーク塗ってないから塗っちゃおうかな。こう混ぜてこう使うんだけど、すっごいいいのよ。この頬の高い位置にさささっと塗ってあげるんだけど、こんな感じです。なんかね、なんとも言えないこのピンク、ピンクなんだけど、なんかがっつり薄い可愛らしいピンクですって感じでもなく、でちょっとツヤが出るっていう、それがすごく好きなの。少し大人なあの色に仕上がるっていう感じで、すごい使いやすいと思って、これはチークの中で一番可愛いなって最近思います。ハイライトはもうずっと変わらない、殿堂入りなんじゃないかってくらい、マックのミネラライズスキンフィニッシュライトスカページャです。これはもうずっと使ってますね。永遠に使ってるんじゃないか。でも何年使ってても減らないんだよね。もうこれ1個買った方がいいよみんなってぐらい、このハイライト大好き。もうね、超ベスコス。もうさ、今塗るけど、塗ってるんだけどさ、もう見てこのツヤ、やばくないこれ。どう綺麗だかね、もうっていう。猫が喧嘩して、なんかここに塗るけど、なんとも言えないこのね、もうマックさんしか出せないんじゃないかっていうぐらいの素晴らしいハイライトです。綺麗でしょう。このハイライトはね、ずっと大好きなんです。もうだ、これで一回買った方がいい。もうほんと減らないから、すごいいいから。でノーズシャドウはこちら、セザンヌさん。もうセザンヌキャンメイク優秀すぎますね。でミックスカラーチーク20番、シェーディングはもうずっとこれ4色混ぜて、もうこれにして、もうこの値段でこのクオリティだったらもう全然高いのいらないってぐらい自然だし落ちないし、すごい好き。色とか色合いとかも全然もう派手な感じとか出ないから、すっごいと思う。高いのいらないって思っちゃう。この筆だったらもう間違いなく6プラスさんがのセットがおすすめ。これも6プラスさんは筆悩んでますって方はだったら、あのセット1個買っちゃえば3000か4000ぐらいかな。でもそれですごいボリュームの量が入ってるから、6プラスさんのすごいいいと思う。これもすごいいい。マックさんの170番、これほんとファンデーション塗るの超うまくいくからね。ピーッと均一に綺麗に塗れる。それがね、なかなかない。あのクリームファンデーション使ってる方だったら、これでピッターッと綺麗に塗れて、でももうペンなじませてあげれば、もうぴったんこカンカンっていう感じだから、このファンデブラシはマックさんが好きかなっていう思います。
立体アイテムです。今日も二重作ってますが、ガールズメーカーの折りプチですよ。皆さん使ったことありますか？被膜式なので本当に目閉じても分かりづらいっていうのですっごい使ってる。で、一日ね、耐久性があるから汗涙皮脂に強いから一日よれない。もう本当にこれはもう永遠の殿堂入りなんじゃないかってぐらい、ガールズメーカーさんのオリプチは大好き。ずっと使ってる。慣れるとこれしか手放せなくなるっていうコメントが来てる、何件も来てるぐらい本当におすすめのガールズメーカーのオリプチさんです。電動だねこれは。リップはやはりこちら、エトボスさんのミネラルリッププランパーディープハニーテラコッタが好きです。オレンジ系なんですけど、すっごい使いやすくて唇にもいいのですごい好きで、カラコン部門こちらです。やっぱりエンジェルカラーバンビシリーズのこちらが一番いい。ピュアブラウン、こういう感じの、ちょっとナチュラルなんだけど、まあ今日つけてるのは違うんだけど、なんでつけないねんって感じなんだけど、もうベスコスのカラコン部門って感じ。本当にこれはずっと使い続けてるかなと思いますね。ヘア部門はこちら N ドットのポリッシュオイル、やっぱりこれがいい。あのちょっとツヤ感出したい時とか、今ツヤ感ってすごい流行りだと思うから、これが一番良きだと思いました。ちょっとなんかざっくりさっと説明しちゃったんですけど、本当にベスコス迷った。どれがいいか、もう全部がいい。コスメ大好きだから全部がいいけど、どんなこの中でどれが一番良かったかと聞かれると、やっぱり今まで紹介したやつかなと思うから、参考になったら嬉しいです。ベストコスメ、はい、という感じで今回は、ベストコスメの紹介でした。では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。